オニタマは日本の男性プログラマー、ホットスーププロセッサーの開発者である。本名、武田康。グループ、オニオンソフトウェアの代表、有限会社、セナワークス技術開発責任者。1995年から開発している、プログラム言語 HSP を通じて、プログラミングの教育活動にも取り組んでいる。本校では、オニタマが所属し活動している。 オニオンソフトウェアについても解説する。初めてパソコンに触れたのは、小学生の時で、中学生の時、PC-6001 で、同人ゲーム制作を始める。中学生の頃にはすでに開発したゲームが、ゲームショップに買い取られ、店から PC8001 を対応されるなどし、さらに開発にのめり込んでいく。ある時、鬼玉は、コミックマーケットに出かけた際、漫画だけでなく、 CG 集やゲームを販売していることに気づき、同イベントにて、コンピュータゲームを反復することを思い立つ。その後、彼は、オニオンソフトウェアという同人サークルを立ち上げる。オニオンソフトと表記されることもある。オニオンソフトウェアという名称で活動を始めた、正確な時期は不明とされているが、作品、バロンスチェアーデモが制作された1980年には、すでに使用していた。 1986年から1990年にかけて100円ディスクシリーズをコミックマーケットにて PC-8800 シリーズ用の導入ソフトとしてグループ制作していた。1980年代末期に100円ディスクシリーズとして反布された作品の中には実写取り込みを用いたものもある。例えば、春間ゲームのクリア時に表示される写真は、 鬼玉の友人であり、PC88 のビデオアートボードから取り込んだものが用いられている。メンバーは代表者、鬼玉のみで構成されており、携帯は同人サークルに近く、企業及び法人ではない。鬼玉自身は、フリーな立場でソフト制作などの活動を行っている、グループ、いろいろな人と共同でソフトウェアを作成する場合に、 使用する野望と考えてもいいと説明している。デジタル時代以前の創造期からのアーケードゲームの歴史やその発展に関しての造形が深く、近年では国内外のゲーム関連の展覧会や博物館、レトロゲームを設置しているゲームセンターなどに自ら出向きたびたび取材をしている。またそれらを映像化して動画配信を行ったり、 ゲーム関連の講演会などの活動もしている。また業界関係者との人脈も多く、自身のサイト内の OBS で定期的に行っている動画配信では、毎回業界関係者をゲストに招きマニアックなトークを披露している。でまた、ピンボールなどの収集家でもある。他 HSP 関連の著作、コータ。ありがとうございます。